ウィル・アイズナー、ウィル・アイズナー、ウィル・アイズナー、1917年3月6日から2005年1月3日は、ニューヨークシブルックリン生まれのアメリカ合衆国の漫画家、起業家であり、アメリカンコミックの分野における最も重要な貢献者の一人であると考えられている。彼の設立したカートゥーニングスタジオや後続に大きな影響を与えたシリーズ、ザ・スピリ。ット。 コミックの教育分野への使用、短編集、あ、コントラクトウィズゴッドにより、文学形式としてのグラフィックノベルの確立で果たした、主導的役割、著書、コミックスシクエンシャルアート、コミックと連続的芸術に代表される、研究的作品で、アイズナーは知られている。1988年、アメリカンコミックのコミュニティはアイズナーへの敬意を表して、 その年ごとにコミックメディアで功績のあった作品や作家に与えられるアイズナー賞を創設した。アイズナーは受賞パーティーに積極的に参加し、各年ごとに受賞した人間を祝福していた。1917年、ニューヨーク市ブルックリンでチェコスロバキアから移住した裕福な東欧系ユダヤ人の家庭の息子として生まれたアイズナーは、 デビット・クリントン高校を卒業した後にアートスチューデンツリーグ・オブ・ニューヨークに入学しカナダ人画家ジョージ・ブラント・ブリッジマンの下で1年間学んだここでの勉強をきっかけにしてアイズナーはニューヨーク・アメリカン市での広告漫画とウェスタン・シェリフス・アンド・アウトローズ氏のようなパルプマガジンでの差し絵の仕事を獲得した1936年にバットマンの作者として知られる 高校時代の友人ボブケインの勧めにより、アイズナーは新雑誌、ワオに漫画作品を投稿した。編集者、ジェリー・アイガーは、アイズナーの冒険漫画、キャプテン、スコット・ドルトンを採用し、アイズナーは続いて、海賊漫画、ザ・フレームと、スパイ漫画、ハリー・ケリーをワオに寄稿した。ワオが4号で廃刊になった後も、アイガーは、アイズナーと共に漫画の売り込みを行った。 コミックブックパッケージャーの先駆けとなった二人の協力は成功を収め、アイズナーの作品はフォックスコミック、フィクションハウス、クオリティコミック等の各出版社で採用され、1ページあたり1ドル50セントで買い取られた。アイズナーは私は22歳になる前には大金持ちになっていたと述べている。1940年6月2日、アイズナーはサンディニュースペーパーで ザ・スピリットの連載を開始した。この漫画は、毒殺されたと思われた者の墓の中で息を吹き返し、覆面のクライムファイター、イコール犯罪者退治専門のヒーローとして活躍する、刑事デニー・コルトの物語である。ザ・スピリットは、アイズナーの兵役による中断を挟んで1952年まで、村地され、最終的に総計500万部に及ぶ20死で連載された。 第二次世界大戦中の兵役時代に、アイズナーは間抜けの兵隊、ジョードープが登場する、新兵教育用の漫画、アーミー・モーターズを執筆した。1948年には、ザ・スピリットの連載を再開し、政府機関や企業向きで用いられる、教育用漫画を制作する、アメリカン・ビジュアル・コーポレーションを設立した。1969年には、ベトナム戦争のために、 M16 をはじめとするアメリカ軍兵器のマニュアルのイラストを執筆している。1970年代の後半にアイズナーは、ア・コントラクト・ウィズ・ゴッドを発表した。この書籍は最初期のグラフィック・ノベルの一冊であり、ニューヨークのユダヤ系移民コミュニティの描写が含まれていた。後にアイズナーは、10代にして、発血病で死んだ彼の娘アリスがこの物語の、 着想の源であったと明かしている。アイズナーは、彼の経歴の後期において、ニューヨークのスクール・オブ・ビジュアル・アーツで講義を行い、その内容を、コミックスシクエンシャル・アート、コミックと連続的芸術と、グラフィック・ストリテリングビジュアル・ナラティブ、絵画による、作画技法と視覚による物語にまとめた。この二冊の書籍は、漫画家志望者に広く愛読されている。 晩年のアイズナーの作品のいくつかは、白芸などの長編小説や、神話の漫画家であった。2002年に85歳のアイズナーは、西アフリカの師匠の伝説に基づく、スンジャータを執筆し、繁ユダヤ主義の儀書、シオン賢者の儀定書を題材にした、アイズナー最後のグラフィックノベル、ザ・プロットは、彼の死の直前に完成し、2005年に出版された。 2004年12月22日に手術された心臓バイパス手術の合併症により、アイズナーは2005年1月3日にフロリダ州ブロワード郡で死亡した。ウィル・アイズナー広告デザイン美術館、ウィリアム・カイ、アイズナー・アメリカン・ミュージアム・オブ・アドバタイジングデザインがの異業を常設展示している。ウィスコンシン州ミルウォーキー市のミルウォーキーアートデザイン美術館の一部門である。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。